全国高校駅伝24日竹菱スタジアム京都発着女子イコール5区間トラック勝負のラスト100メートルで神村学園にかわされ1秒差の2位となった仙台育英のアンカー吉山里野はゴール直後に号泣立ち上がれず競技役員に支えられる場面があった写真 小ト派美少女の仙台育英アンカーの吉山人目もはばからず号泣仙台育英は肉でトップに立つと懸命にタスキを繋いだ。第4中継所で2位の立命館宇治に30秒差、3位、上村学園には1分20秒差をつけていた。だが上村学園のアンカー、カリバカロラインが猛烈な追い上げを見せ、トラック勝負に。ラスト100メートルのところでかわされ、首位を譲った。 惜しくも1秒差で2年ぶり6度目の優勝を逃した仙台育英それでもネットでは「よく頑張ったカロラインが異次元過ぎただけ仙台育英のアンカーに壊れと思わず見いられない」といった激励の声が相次いでいた